皆さんこんにちは。今日はですね、鎌倉時代の、蒙古襲来で有名な、駒田浜に来ております。宗助国が、わずか80機の、兵をですね、従えて、2万5000人の、蒙古連合軍と、戦ったと、言われている場所です。でここに来るとですね、なんかやっぱりいつも身が引き締まるというか、そういうなんか背中がピンとなるような、そのような感じになる場所でもあります。今日は天気も良くですね、非常に、波もちょっと穏やかな感じですね。何度かここには来たことはあるのですが、曇りや雨の日もあって、なんかそういう時はやはりこの戦うような雰囲気の、波の感じというのがありますが、今日もですね、波は穏やかなんですけど、なんかこういつもここに来るとなんかこう叫びというか、そのようなものがこう心に響いてくるような気がします。対馬に来て特に感じてるんですけど、その時代この国や、この土地のことを心から思って戦った、人っていうのはかなりいるのだなというのを感じます。駒田浜の後ろにはですね、駒田浜神社という宗助国を祀ってある神社もあります。でゴースト・オブ・対馬でもう有名な場所ですね。で2020年には、元寇から750年という節目の年を迎えまして、宗助国の像がですね、非常に大きな像が建てられました。で、こういった像を建てるということは、またこれから先もずっと、後世に、語り継いでいくという上で非常に大きなものになると思いますので、そのようなことをですね、実行できる方はすごく、いい方だなと思って、僕も見習い尊敬してます。はい、波打ち際まで来てみました。かなりやっぱり、なんて言いますか、こう音が深いような、やはり特にこう、人には聞こえるような、そんな波の音がしますね。対馬のですね、曲を書いてですね、駒田浜の叫びという、曲を作ったんですけど、なんかその時にすごくこう戦うイメージで作ったんですけど、なんか今日は戦うイメージプラス、なんか心に響いてくるメッセージみたいなのがありますので、このようなすごく心に届いてくるこの印象ですね。